はい、こんにちは、116ウィンズです。7月に入ったものの、まだトレード市場は本格化していない MLB。 しかし先日、主力クラスの選手が絡むトレードが一件成立しましたね。ブルワーズは現地7月3日にレイズから先発投手のアーロン・シバーリを獲得したと発表。シバーリは昨年のトレードデッドラインを前にガーディアンズからレイズへとトレードとなった選手で、保有権もあと1年半残していますが、2年連続でのトレードということにもなりました。パワーで圧倒するタイプの選手ではないですが、コマンドと変化球の良さで勝負できる先発投手で、今季の成績はお世辞にもいいとは言えないものの、ローテーションの4番手、5番手であれば十分な活躍が期待できる選手でしょうか。ブルワーズは現在地区首位を快走していますが、今季すでに先発陣からロバート・ガッサーとウェイド・マイリーをトミジョン手術で失い、さらには DL ホールやジョー・ロスといった選手たちも怪我で長期離脱している状況。マリナーズと今季マイナー契約を結んでいたダラス・カイケルを急遽金銭トレードで獲得し、先発ですぐに使うくらいにはブルワーズは先発の補強が急務にあり、これで終わりではない気もしますが、シバーリ獲得という形でそこの手当てを行ってきました。一方でレイズはプレーオフ進出の可能性は十分残しながらも、故障者の復帰に伴い先発陣の整理も必要な状況で、来季まで保有できるものの、ここまで振るっていないシバーリのリターンを確定させてきました。見返りとなったグレゴリー・バリオスは現在ハイエーでプレーする20歳のショートで、 MLB.com のランキングではトレード時点でブルワーズ参加21位。特に守備の評価が高く、今後はバッティングの成長次第な部分もありそうですが、シバーリと1対1のトレードをまとめるくらいですから、レイズのバリオスに対する評価はそれなりに高いんでしょう。シバーリは昨年の夏までガーディアンズでプレーしていた先発投手。昨年のトレード前の時点では防御率 2.34 と好投しており、ただガーディアンズのチーム状況が微妙だったこともあり、トレードに前向きな姿勢も報じられていました。で、そのチャンスに乗っかってきたのがレイズ。当時のレイズは先発陣に故障者が相次いでいて、さらに昨年夏の時点でシバーリはあと2年半も保有できる非常にコントローラブルなところも気に入ってか、ファーストのトッププロスペクトだったカイル・マンザルドとの1対1トレードが成立してのレイズ移籍となりました。シバーリはキャリアを通して奪三振も4球も少ない、一言で言えばかなりまとまったタイプの先発投手だったんですが、レイズに来てから奪三振の割合が大幅に上昇。2022年までキャリアの K パーセントが 22% にも届かないような選手だったんですが、レイズではゾーンの高低もうまく活かしながら空振りを増やし、移籍後 K パーセントが 29.3% までアップ。9月にやや失点がかさんだこともあってか、移籍後の防御率自体は 5.36 に終わったものの、予想外の支配力を身につけまして、またレイズが選手の改造に成功してしまったのかとも思ったものです。ただ今季のシバーリはトレード前の時点で K パーセントが 22.2% とキャリア平均に近い水準に戻ってしまい、また防御率も 5.07 と失点の抑止もうまくいかず、今季の年俸が490万ドル、年俸調停最終年となる来季はおそらく700万ドルから800万ドル前後くらいにはなりそうですが、予算制約の大きいレイズには安くはなく、成績改善の見込みが見えない選手に高い年俸は払えないという考えも今回のトレードにはあったでしょうか。で、個人的なトレードの第一印象ですが、レイズ側の見返りがやや軽い印象を受けました。確かにレイズに移籍してからのシバーリは失点の抑止ができていませんし、昨年の移籍後に見せた支配力に関しても今季また元に戻ってしまったことから、いくら来季も保有できるからといって、これがシバーリの今の市場評価と言われたらそうなのかもしれません。ただやはり現代はシバーリみたいなソリッドな4番手5番手タイプの選手を、じゃあ FA 市場で確保しようにも安くは済まない。年俸で1000万ドル前後くらいは見なきゃいけないわけですし、そういう意味では今季490万ドル、来季高くてもおそらく700万ドル、800万ドルくらいで保有できるシバーリは十分に金銭的にもお得だとは思うんですよね。見返りがもう少しメジャーに近いプロスペクトだったら、ある程度上でどんなプレーが期待できそうか読める部分もありますが、バリオスはまだハイエーの選手で、打撃がさらに上のレベルで通用するくらいになるかはまだわからない部分も多いと。今回のような1対1トレードですと、獲得したプロスペクトが開花しないとトレードとしても即失敗になってしまいますので、もう一人くらいプロスペクトを追加できたら良かったんじゃないかと思う部分はあります。ベースボールトレードバリーズの評価でも、シバーリとバリオスでは1000万ドル近いバリーの差があり、バリオス一人ではシバーリには釣り合わないという個人的な感覚ともマッチします。ただもう一方で、これがレイズというチームだよなと感じている部分もあります。編成に割ける予算が MLB の中でもかなり少ないチームであり、パフォーマンスが振るわない選手に対して高い年俸を支払うわけにもいかないチーム事情。普通のチームだったら、昨年移籍してからずっと防御率が5点台を上回り続けている選手を、価値をいくらか戻すことに期待してホールドしてもおかしくはなさそうな状況ですが、もうそこはスパッと判断して、レイズ的にはシバーリにそこまでもう上がり目を感じない、価値がさらに下がるくらいだったら多少バリ的に損であっても今プロスペクトに変えてしまおう、これができるのが強いですよね。そこをこうやって今まで判断してきたからこそ、低予算でも強さを維持できたレイズというチームたるゆえんでしょう。
昨年の強さからほど遠いとはいえ、プレーオフ進出の可能性も残す中で、ちょうどこのシバーリのトレード後に復帰してきましたが、シェーン・バーズですとか、ジェフリー・スプリングスら先発投手の復帰も控えていることから、シバーリを今トレードしたとしても今季の戦いに悪影響も与えない。成績という面ではシバーリ獲得は失敗だったかもしれませんが、それを認めつつも、当面40人枠に追加する必要のないプロスペクトを獲得してきて、次の世代に向けた準備に生かすあたりは、実にレイズらしさも感じます。レイズはこんな感じで常にトレードのチャンスを伺っている気がしますし、それがチーム作りも役立っている印象はありますよね。個人的に特に印象的なものを挙げますと、2022年開幕直前に打線の中軸も担ってきたオースティン・メドウズをタイガースで放出し、当時まだブレイク前のイーサク・パレデスを獲得してきたトレード。レイズは当時外野陣に余裕がありましたので、メドウズ放出自体は理解できるものでしたが、ここでやってくるかという驚きと、見返りにパレデスを選ぶセンス、一体どうやってパレデスのあの天才的な引っ張りセンスを見つけてきたのか未だに分かりませんが、パレデス抜きのレイズ打線は今や想像できませんので、このトレードが持つ意味は今やかなり大きなものとなっているでしょう。さらにもう1年遡りますと、2021年5月のウィリー・アダメスのトレード、アダメスがトロピカーナで振るっていなかったこと、さらにはワンダー・フランコの昇格も目前だったことから、5月という大型トレードには異例の時期だったとはいえ、アダメスの利確に動いたトレードでもありましたが、現在怪我で離脱中とはいえ、このトレードで獲得してきたドリュー・ラスムステンは素晴らしい先発投手へと成長しました。比較的余裕のあるポジションも生かしながら適宜の入れ替えを行い、次の主力クラスを見つけ出してくることに関しては本当にうまい球団ですし、シバリと1対1でバリオスを選ぶあたり、レイズだけが知る何かがもしかしたらあるのかもしれません。ということで、まずシバーリの放出に動いてきたレイズですが、この後の1ヶ月弱、今月末のトレードデッドラインに向けてどこまで動いてくるんでしょうかね。プレーオフ争い中ということもありますので、現状のままだと完全に解体することは考えにくいですが、ただトレードしたい選手も当然抱えていますので、どこまでチームを崩してくるのか。一番売りたいのは年俸的にもおそらく先発のザック・エフリン。2022年オフにレイズと3年総額4000万ドルの契約を結んだ選手ですが、今季まで年俸1100万ドルのところ、契約最終年の来期それが1800万ドルまで跳ね上がりますので、まあほぼほぼトレードだろうなと。スプリングス、さらにはいつ戻ってくるかは分かりませんが、ラスムセンも今季戻ってくるなら、シバーリ同様、こちらも先発陣に過度な影響を与えずにトレードすることは可能です。来季が年俸調停最終年のザック・リッテルもタイミング的にはトレード時のようにも感じますが、そこまで動かしてくるかはどうでしょうか。そして一番気になるのがランディ・アロザレーナの処遇。一時を考えたらだいぶ成績を戻したとはいえ、それでも依然リーグ平均以下の成績のアロザレーナですが、彼も動かす可能性はあるのか。レイズのことですから、あらゆる可能性を検討していることでしょうが、我々ファンをあっと驚かすようなトレードに出てくるのでしょうか。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。